テストスタンドを別室で操作している石本二曹。コックピット全席操作員山中三曹。後席操作員沢田市長。全般統制山田一曹。アナウンス坂上市長です。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして航空機の速度を落とす装置の紹介をします。スピードブレーキオープン。今動かしたのがスピードブレーキと言います。スピードブレーキは主に空中でスピードを落としたい時や着陸時に使用します。補足となりますが、我が部隊の第一航空団で保有している P400 航空機にはスラストリバーサーという装置がついており、輸送機や救難機にあります。スラストリバーサーはエンジン後方にあり、エンジンの排気を機体前方等に排出することで、今動かしているスピードブレーキと同様の性能を持っており、機体の速度を落とします。輸送機や救難機の離陸や着陸の時はぜひ着目して見てみてください。では P4 の説明に戻ります。 P4 のスピードブレーキを操作するスイッチは前席と後席についています。先ほどまで前席で操作していましたが、後席でも操作ができます。後席操作お願いします。
次にエンジンスタート後、離陸時に必要なフラップを下げます。滑走路に到着すると操縦系統の作動チェックを実施します。